ない時は空中へのに甘えろってお母さんが言ってました。お母さんありがとう、俺に助言くれて。サンキューサンキューサンキューコンボ、サンキューからのお母さん魔人剣。お母さん、さあ青星さんお願いします。アイクラ久々にやるわ。なんか俺魔人剣アイクラは2倍ですよっていう、あの当てられる確率2倍ですよできましたけど、なんかね最近そんなこと言ってられないという方、なんかあのほんまにそんなこと言っとった僕が、あれ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 、あやっぱり2倍ということで、やっぱり魔人剣2倍ということで、うん、魔人剣2倍やしメテオの当てやすさも2倍ということで、なんて素晴らしいキャラなんですかこのキャラクターは。やばいね、超素晴らしいキャラやんこれ。魔人剣確定、オッケー、ほら当たっていく。ほらね、偽物でもね当たっていくと。あ今のであの本物も当てれたらよかったんやけど、おっとおっと、なんかすごい、おっと、じゃ魔人剣の神の前でそんなことをしたらあかんよ。さあ角さん、スネークさんよろしくお願いします。さあ爆弾はやめてほしいな、爆弾。さあ一気に 40%50% 稼がれていくが、まあ、ガノンからすればこんなかすり傷どころじゃないということで、あよろしくお願いします。掴んで、掴めない、うん、反響欲しいな。 66%全然辛くない、全然余裕、ガノンは全然余裕。もっと殴ってくれ、もっと殴ってくれ。全ほらもう気づけば 36%、 ほらもう気づけばこんなパーセントということで、おお烈気を打ちたい。 OKOK、まあ、気づけば 74%。 気づけば 107% ということで、もう死ぬぜ。わあこんにちは。今の当たらんの？今の当たってほしかったな。当たってほしかったっていうか、当たるやろ今のはっていう感じなんやけど。さあ気づけば 42% ということで、先ほど出てくれ。あもう間に合わんシード、やめて。なじゃすが しまくり侍やな。 OK、 よし 63% は嬉しくはないんやけど、まあ、100% とかで殺せるマシっすね。全然マシマシってことで妥協点でやってくると思いましたよ。そこいや、オッケー来た、よし。それは聞いてないな。それはちょっとコンボ抜けるのは聞いてないな。あってもさ、ダメージコンボその爆弾分くらってコンボが続くっていうのはさあられると思うんですけどさ、あのコンボ抜けるのは聞いてない。あ、これ2段打ってくるんか、ガードしたのに来るね、これ DA 来ないじゃん。オッケー、いけそうな気がしないな。無理だなこれ。掴んで OK、 ジャンプする。うわっ、えっ、ああちょっと待って、なんか知らんうちに逆転してる。いけるいけるいける、逆、ここはあ怖い、はあはあ、ダッシュ最強か、もしかして。あー死んだか、クソ。まあダッシュ縛りを自然とやっていましたが、まあ、いけないということで、そんなんじゃ勝てへんわな。デッキして上か、届け。逆すぎる。はい、よいしょ、ほら来た天才。あいー、また相手んで、さあやっていきましょう。めっちゃ眠いんやけど、眠い時ってなんかガノン覚醒するっていうね噂を巷で聞いたんで、今日の俺もしかしたら覚醒してるかもしれん。やっぱり眠たいガノンってね、なんだっけあれコナンの小次郎やったっけ、心みたいに、やっぱりあの眠ってるやつってやっぱすごいんで、まあ、眠たいラリホンさんはガノン覚醒。おいナイス、今の助かったマジで。はい、どんどん、さあケツハンってやっていくよ。ナイス、当てて。あー今のよくそんな決めとったら完全にもう眠りのラリホンやったけど、眠り、お眠なんだよ。お眠やからって、あの上からビンタ、まあ、確かに上からビンタすればあの眠気は覚めるかもしれませんが、サンキュー、よしサンキュー起こしてくれ、サンキュー、まあ、起きれたのはね、まあ、あなたのおかげということで。はい、ボン、はい、どうこしょう。あ今のなんかそういうコンボ絶対入ったやん。はい、一口にゃ、やめて、くんくん、もう眠たい時は空中へのに甘えろってお母さんが言ってました。お母さんありがとう、俺に助言くれて。サンキューサンキューサンキューコンボ、サンキューからのお母さん魔人剣。お母さーん、お母さん決めたよ魔人剣。よし
お母さんのおかげでね、お母さんの助言で魔人剣決めれましたんで、まあそれはね、お母さん、今日はお母さんになんかの親孝行したいと思います。魔人剣こらー、お母さんにももうそんな舞台だことないのに、マジでやめてください。はい、ドーン。待て、ここだ。いい、なんかすごいいいプレイはしたんだけどな、相手もすごいね。相手もう3連続あのメテオを決めに来るぐらいの今気持ちいっちゃうかな、もしかしたら割れ打っちゃう。あー、お母さんありがとう。さあ、金髪さんお願いします。なんかそう、すごいなんかシンプルな名前なんやけど。さあ、PK ファイヤー絶対クラワン委員会委員長なんで、僕はマカロン使いね、 PK ファイヤーに食らっていてはリカには勝てないんで、まあ、絶対もうさっきのはね、あの食らったら大変やよってことをね、まあ、知らせるためはな、あのもうそういうやつなんで、あのもう食らえません。もう絶対食らえません。もう絶対 PK ファイヤー食らえません。もう食らったら僕食らったら PK ファイヤー絶対食らわない委員会委員長脱退しますのでお願いします。さあ、レッキーやばいぞ、後ろ出せて。ここはいや、まあ、そういう時もあるよねという、あるんですよね。これさっきの恨み、何で魔人剣を渡してくれやんかな。僕のデイリー魔人剣チャンスをどうして自分からそうやって落ちていくから、魔人剣食らった方が気持ち的にも気持ちいいでしょうかという。もう次食らったら、やばい、うまくいかないぜこの人生、この人生うまくいかないぜ。レッキーこんにゃろー。あー、なんで当たんねー。あー、なんで危ない。おい、やばい、そんなもん食らわん、もう一生絶対食らわんから。甘いと PK ファイヤーとか時代遅れやぞ、マジで。 PK ファイヤー甘いな。オッケー、さあ PK ファイヤーかな。 PK ファイヤー甘いぞ、時代遅れ、ほら。よし、いけるで、これいけるで。さあ、ピキファイヤーだから、違う、ピキファイヤーじゃない。さあ、時代をしっかり分かりますね。もうピキファイヤーの時代はね、終わりましたからね、ということで。はい、空中部当たんない。なんでやね、クロワンスともん、そんなもん買おうか。うわ、イエーイ、捕まえたー。それは聞けない。あれだー、ちょ、今のはまあ俺が甘かったかな。今のは俺の復帰が甘かった、絶対に。ほら、うぅ、全然違う。よけて、PK ファイヤーさせませんよ。はい、どつこーい、カーノッ、どつこーい、コンボ、PK ファイヤー、オッケー、どつこーい、あっ、今のは違う、今のは、やばい、ノー、今のは違うよ、待って、PK ファイヤー、おう、やばい、ステキョーマスター、あー、PK ファイヤーは絶対食らわない委員会委員長をやります。さすがに2試合連続はもう無理です。さすがに2試合連続そんな緊迫した状況無理じゃん、そんなん集中できなくないやん。お、いけそう。でもまあもういいや、委員長は引退します。はい、よろしくお願いします。だってもう2試合連続 PK ファイヤー食らわんとか、そんな神経がおかしくなっちゃうじゃんという、どう考えても新曲じゃなくて、何今のすごいかっこいい。はい、こんにちは。なあ、当たんないもんやね。どこしょ、まあさすがにただなんで上スマッシュ止めたけど、いいんだけど、ビギンプイーティオー、まあ危ない、それはあかん、ほんまにそれマジであかん、あれほんまあかん、あれが一番ね、このゲーム、あー惜しい、今のダメー、おごー、いや当たるんかい、それケツやんそれ、おケツ、あーサンキュー。まあ逆の方向を見て上ビューしてよかったんですけど、さすがに逆の方向を見て上ビーストは分かったんけどね、上投げベースト、さすがに86%なんで、僕は悔いなしということで、別に悔いはないですけどね。はい、ナイス、一応当たるウエスバの場所ということで、サンキュー。崖上がりの意味合いはあそこでするといいかもしれないねということで。あー、ステップ間に合うのか。さあ、空下に空中のは反逆ガンガン角チョーンと、はい、危ない、レッ、あ、当たった、あ、いいんや別に、もうあの委員会はね、僕も脱退しましたんでね、危ないよ。PK ファイヤー、でもこれはでもね、でも時代遅れ、それは。もう今時 PK ファイヤー時代遅れということで、もうそんなんしとる暇があったら、魔人剣なんぼでも打てるやろという、そういうことなんですよね。待って。下行こう。さあ、そら、PK ファイヤー1回で魔人剣2発は当てますよ、僕。危なーい、あー、なんでそういとも、たやすく決めるの、それ。
そんな簡単に来ましたらあかんしょうか、それは。あいあいつかめや、あっつかめや、まあ、つかんだやん、つかんだはずなのに痛い、つかんだはずなのにつかんでいなかった、どういうことこれは、謎謎極まりない、危ない、ここだ、ノー、あーさあこれは上に行くふりしていきません、そしてボーン、オッケー、まあ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 、まあ、危なかったけどね。